ははいこんにちは今日はですね EOSM100 で、えー、と運動会の撮影の時に、えー、失敗をしない、えー、撮影の方法を説明したいと思います、えー、と今日お伝えしたいことは注意点を2つとカメラの設定を3つお知らせ、えー、したいと思いますまずは、えー、注意点の2つなんですけども1つ目は、えー、と必ず場所を決めといておいてくださいということです えー、例えば自分の子供が、えー、走る競技リレーとかの競技があると思うんですけどもそういった時には必ず、えー、自分の子供が、えー、出る前に多分なもしかしたら何回か、えー、他のクラスと学年が走ってる時があると思うんですけどもその時にあらかじめポジションを決めておくっていうことですね。ここで取ろうっていういのは 決めてておいてくださいほんでまあ,あの試し撮りもしといてもいいと思いますはいそしてまたあのピンあの自分の子供が何連目に走るのかとかももしか、えー、事前に聞いておくとさらにあの,あの準備ができてうまく撮れると思いますはいでまあ、さっき言ったのはあの2つ目がテスト撮影をするっていうことですね えーとしてみてちゃんとレーンも聞いてでそこにちゃんとピントを合うように設定をしておけばいいのかなというふうに思います、はい、そして、えー、やっぱりね、えー、その注意点も大事なんですけどもさらに必要になってくるのが設定の部分だと思いますそこの部分を3つ、えー、今日はお知らせします、はい、まずはですね、えー、フォーカス機能 の説明をしたいいいと思いますはい、フォーカス機能はここで選ぶことができます。はいで、ね、すごく便利なね、EOSM100 はすごく便利なんですけども、えー、と一番この Q をもう一度説明すると、Q を押してください。そうすると、一番左上に AF 方式っていうのが、えー、出てくると思います。これを一番左、下側の一番左の これを選択して、えー、左側のを選択してください。そしてもう1回、えー、Q を押してください。そして今、この先ほど選択した左側のサーボっていうところを押してもらってワンショット。こちらは止まっている被写体の撮影に適しています。そしてこちらは動いている被写体の撮影に適していますということなんで基本運動会は動いていることが多いんでこちらの方がいいのかなという,ふうに思います。 はいでえー、先ほど初めに選択した、えー、自動ピント合わせの方式を選択しますということはこれすごく便利なんですけど、ね、例えばここに今見えますでしょうか、えー、ピント合わしましたこれがもし、えー、っと走ってる運動会のこうだと思ってもらえればと思いますさあ一度ね押すともう勝手に自動でピントが合うんですよねご覧、えー、お分かりいただけますかねはい もう今カメラを振っても、えっ、ー、と、もうずっとピントをここが合わし続けますよってくれてますっていうこの枠ですね。が出てます。で、もし例えば今ずれましたとなったまたもう一回こう選択すればタッチするだけです。はい。ということは奥の方に合わすとまた奥の方にもピントがあります。はい。なかなかそのポジションがうまく取れなかったっていう場合にこのポジションを、えー タッチをするとすぐさま、えー、ピントを合わせてくれてそこをずっと追い続けてくれてます。で、そして押したらもうシャッターを切るだけですね。すごく便利な機能なんですね。でも、えー、先ほども言いました注意点の中で、えー、っと自分の走る子が何連目とか決まってもうこのアングルで必ず取るって決まってるんだったら、えー、事前にね走ってる子を 違うね自分のお子さんではない子をテスト取りしてあそこでフォーカス機能をマニュアルで合わすのもありかもしれませんはいなかなかこれはやっぱり、ね、あのすごくあのピントを合わすのがすごく便利なんで使ってもらえればなっていうたいんですけどもやはり事前にねテスト撮影をしてもらいたいというのもありますのでえー、っと 事前にポジション決めてマニュアルフォーカスで取っておくのもありかと思います。もしかしたらね、万が一これでやって、とあのピントが追いつかなかったっていうこともね、あるかもしれないんですね。走りの競争だとかだと。だとですので、まあ、極力マニュアルで合わせてもらった方がいいのかなと思います。まあ、いまあでもこの機能はすごく役立つと思うんで使ってもらえればなと思います。はい。で、その次に、んと、 連続撮影ですね。連続撮影は、はい、してもらった方がいいと思います。なぜかというと、一気枚でシャッターを狙おうと、狙おうとすると、やっぱりどうしても、あのー、一瞬の出来事なんでね、この自分がこう走ったところにバッて出てきて、い あのその瞬間って一回一瞬なのでそれを1枚だけでベストを撮ろうっていうのはちょっとなかなか難しいのかなと思いますなんで、えー、っとやっぱり連続撮影をすることによって、えー、っとよりねあの自分の持ってるようなベストな写真がそこから選ぶことができますので連続撮影をできればしておすすめしますこの、まあ、連続撮影はあの前にもお伝えしたんですけどもまあ あのこれ SD カードが今ねあのいい SD カードじゃないんで安物の SD カードなんでちょっと連続撮影がうまくいってないんですけどねあの連続撮影を押し続けると、はい、もっとねほんいい SD カードだと早いはずなんですけども、えー、だから例えばこの自分の子供がもうベストだと思うもう今1枚の写真を撮ろうと思ったら ちょっとすごくね、1秒、1秒ぐらい前ですかね。1秒前ぐらいから撮るといいかもしれませんね。はい。ほんで、撮り、押し続けると連写が撮り続けるので、本当はもっと早いんですけどね。申し訳ないです。それは。はい。だから、えー、っと、連続撮影は、えー、絶対必要になってくるのかなと思います。最後に、えー、設定の方法が、やっぱりね、今、ここが、プログラムモードで撮影してるんですね。 ただこれプログラムで撮影すると、まあ基本カメラが設定して撮影してくれるんですけども、やっぱりね、ブレてしまうっていうことがあると思うんですね。えー、まあテスト前をした、そしてブレてしまった、なかなかちゃんとしっかりね、ピントが、ピントじゃなくてブレが生じてしまうっていう時には、えー、これシャッター、TV ってモードですね。もう一度いきますね。この 画面の左上にこっち、なんかモードがね、TV とか P とか入ってると思います。普段は P でいいかもしれませんが、TV を選択してもらって、えっ、ー、と、これはね、シャッタースピードっていいまして、えっ、ー、と、このね、数字、今度は今、ダイヤルを回してるんですけども、これを右に回せば回すほど、えー、っとよ、より動いているものを、えス、ー、しっかりと捉えることが できますということは、ブレも生じにくいっていうことなんですね。で、逆に言えば、えー、こっちで、えー、左に行くば行くほど、えっ、ー、と、ブレが生じます。これど、どあのー、前回も動画で配信させてもらったんですけども、滝があの伸びてるような写真とか撮るのはこっちが向いてるんですけども、ただ、ずっとシャッターが開いてるので、ずっと開いたままなので、えっ、ー、と、 ブレが生じてしまうんですけれども、こっちに行けば行くほどシャッターがカシャッ、カシャッってね、すごくね、スピードが速くなってきます。カシャカシャッって、1枚のスピードが。でも、左側に行けばカシカシャッってね、数秒間とか30秒間でシャッターが切れてしまいます。なので、運動会撮影するときは、こっちに、えっ、ー、と、数字がこうやって高くなれば高くなるほど、より明確に撮影をできると思ってください。ただしですね、 左、えー、ここ数字が増えれば増えるほど大きくなれば大きくなるほど、えー、暗くなってしまいます。今ご覧いただいているようにもう4000とかにいってしまうともうすごい早いねものが取れるんですけどもあの今見たい早いですよね。どうでしょうか。早いですよね。もうこれがすぐシャッターで音聞いてもらうとわかるんですけども暗くなってしまいます。 なのでやっぱり運動会の撮影の時とかはこれだけでね明るいから日中で明るいと思うんですけどだから極高くはできると思いますでもそこをうまく調節してくださいお分かりいただけますでしょうかここで例えば多分ここでこの辺だとすごくね320とかとしっかり取れるのかなと思いますがそこでえとちょうどいい明るさも えー、考慮にしながらまたここでも明るさを変える露出で明るさを変えることができるんでもう少し明るくしたいと思ったらここで上げてもらってはいできる限りえーえー、あの暗くならないちょうどいいところでギリギリのラインまでで撮ってもらえるといいかなと思いますで例えば400でもまだ明るくでもブレてしまうっていう時はまだいけますよねでもやっぱり暗すぎて あのダメだっていう時は分からん見えにくいっていう時はやっぱりここを調節してダイヤルを回しながらベストな、えー、撮影をしてもらえればなと思いますまあ設定がねなかなか始める時は難しいと思うんでですから先ほどの注意点のところのテスト撮影っていうのはもう絶対始めは必要になってくると思うので あの何回もねこうあ、これでもういい、まあ、完璧だなと思った時にはね、もうその設定、撮影したいと思います、ね、なかなかそういった、急にもう天気が一気に悪くなるっていうこともなかなかないと思いますので、まあ、そういった面でも、テストの撮影をしっかり事前に行って、えー、この設定をやっていただければ、えー、いい、えー、運動会の撮影が撮れると思いますので、ぜひ活用してみては いかか。がでしょうか、えー、本日は以上です。ありがとうございました。